桜の雨、桜の雨、桜の雨は2008年2月に森春吉、春吉が動画投稿サイトニコニコ動画で発表した楽曲および同曲を収録し2008年11月26日にリリースされた森の所属したユニットアブゾーブのメジャーデビューシングルである2012年に小説化された詳細説 また2016年、上田厚監督によって映画化された、主演、山本舞香、詳細説参照。桜の雨は2008年2月に、ニコニコ動画で発表された。ニコニコ動画に投稿された動画では、ボーカルに、音声合成ソフト、初音ミクを使用している。森は、ニコニコ動画に投稿されていたスパーセルのヒット曲、メルトに衝撃を受け、 自身で歌った同曲のカバーを投稿して、ニコニコ動画での活動を始めるとともに、メルトのボーカルに用いられていた、初音ミクを歌わせたいと考えるようになったという。初音ミクにはキャラクターが設定されており、その公式プロフィールで年齢が16歳となっていたことから、森は高校で学生生活を送る初音ミクの想像を広げ、ちょうど卒業シーズン間近だったことから、 卒業をテーマとした曲を作ることになった。作曲は森が行い、作詞は森がアブゾーブメンバーだった中村博士、笹原翔太と相談しながら書き、アレンジは森と中村が共同で行った。森自身は高校は中退しており、そのためこの曲には高校卒業への憧れや自身が経験したかった、青春時代を投影した部分があるという。 あえて綺麗な思い出ばかりを歌っているが、これは学生にはそうした綺麗な思い出を作ってほしい。大人にはそういった気持ちを思い出してほしいと考えたためだという。桜の雨はネット上で大きな人気を集めるとともに、ファン有志により、桜の雨関連の動画がニコニコ動画に多数投稿されるようになる。人気の広がりを受け、アブゾーブの3人とインターネットで知り合った人々とで一緒に、 桜の雨を発展させていこうという桜の雨プロジェクトが発足し、過小したデータを集めネット上で合唱を披露する企画等が始められた。アブゾーブサイト内に作られた特設ページ、桜の雨学園には多くの学校の生徒や先生から卒業式で歌いたいとのオファーがあるようになる。こうした中で2008年12月にアブゾーブは桜の雨のシングルでメジャーデビュー。 2009年3月には、プロジェクト有志の発案から、埼玉スーパーアリーナ展示ホールにて、桜の雨ロジェクト主催イベント、桜の雨学園卒業式が行われた。2009年の卒業式は、桜の雨プロジェクト最後の企画とされていたが、翌2010年にも、横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホールで、第2回桜学園卒業式が開かれている。 第2回の卒業式では、従来の合唱にプラスして、ブラスバンドアレンジを施した、桜の雨祝葬歌が、アブゾーブメンバーと会場の300人による合唱、八千代松影高等学校吹奏楽部の合奏によって披露された。桜の雨、祝葬歌は2010年4月に発売されたミニアルバム、学園に収録されている。桜の雨は、もともとは、 初音ミクをイメージして作られた曲であるが、森はライブで歌ったら初音ミクにとどまらず、アブゾーブとして僕らのメッセージであり、またこの曲を聴いてくれる人たちの全てのメッセージでもあると気づきました。この桜の雨がこの国でいつまでも歌い継がれていくことが僕らの夢ですとコメントしている。2009年に音楽情報サイトバークスで行われた。 卒業式で卒業ソングを歌ってほしいアーティストのアンケートでは、アブゾーブが10代、20代、特に現役の高校生世代から大きな支持を集め、ギャクト、街頭曲、野に咲く花のように、小袋、街頭曲、桜などに次ぐ3位にランクインした。2008年度、2009年には全国119校の中学、高校の卒業式で合唱され、2009年度、 2010年、もう3月21日までに95校で合唱されたことが報じられている。前作詞、作曲、森春吉。小説は、森の原作、原案をもとに、2012年2月20日に、藤田良執筆による、桜の雨、2013年3月15日に、天宮瞳執筆による続編の、桜の雨僕らが巡り合えた、奇跡。 2013年8月28日にスピンオフ第1弾のファイアフラワー10人10色に輝いた日々2014年3月24日に第3巻桜の雨僕らはここで会おう2015年3月7日にスピンオフ第2弾のファイアフラワー君を好きでいられてよかったが発売された森は16歳の高校生の初音ミクという楽曲桜の雨を作った 最の着想から、初音ミクをはじめとするボコロイドのキャラクターたちの学生生活の想像を膨らませたという。作中には、ボコロイドをモデルにしたキャラクターたちが、生徒、教師として登場する。桜の雨では、音浜高校合唱部を舞台に、新入生の入部からその年度の卒業までの一年間が、春夏秋冬それぞれの季節で異なる主人公を中心に描かれた。 桜の雨僕らが巡り会えた奇跡では、前作同様春夏秋冬で構成されているが、すべて合唱部部長となった、ミクの視点で描かれている。ファイアフラワー十人十色に輝いた日々では春と冬を除き、すべて連の視点で描かれている。桜の雨僕らはここで青おうでは、前作と同じく、すべての季節で音楽教師となった未来の視点で描かれている。 ファイアフラー君を好きでいられてよかったでは、すべての季節で連の視点で描かれた。本作内での楽曲、桜の雨は、合唱部部長の春が作詞作曲した卒業歌という設定で、続編の桜の雨僕らが巡り会えた奇跡では、インターネットの動画サイトで桜の雨が人気となっている様も描かれている。2016年3月5日にシネマート新宿。 イオンシネマで公開、山本舞香の映画初主演作である、2015年10月の第28回、東京国際映画祭、パノラマ部門で劇場公開前に上映された、メインキャスト以外の生徒役は制作した、アミューズメントメディア総合学院の在籍生が演じており、三学連携を歌ったタイアップ CM も制作している。静岡県沼津市の海岸沿いにある、 音浜高校を舞台に、春に一目惚れして、合唱部に入部した未来たちの春夏秋冬を描いている。小説版をもとに制作されたが、内容は、名前のみ釈用した、オリジナルストーリーの青春映画となっている。なお、ロケ地となった淡島を望む沼津市内浦地区は、本作公開後に放映された、ラブライブ、サンシャインの舞台にもなっている。 2016年2月22日及び2016年3月19日からニコニコ動画で公式有料動画配信が期間限定で実施。2016年9月9日に角川から DVD ビデオが発売された。当のミクは自分は打ち気で何の取り柄もないと思っている。高校に入学し、桜が満開の頃、桜ね、春の弾くピアノを耳にし、 この曲が自分を変えてくれるような予感がして、音楽室の扉を叩いた。春は合唱部の部長で、合唱部への入部を進めるが、未来は自分は音痴だと思っていたため躊躇し、それを見た春は進めたことを忘れるように言うが、未来は入部することにする。春は合唱は人を楽しませるもので、そのためには自分がまず楽しまなければならないと考えていたため、 勧誘を強く進めることはしなかったのだった。それから一年、未来は合唱部で何も変われないままでいた。そしてまた桜の咲く季節が回ってきて新入部員がやってきた。佐山凛と鈴の金魚の糞、北村連打。二人の自己紹介の場で、顧問の高田芽子が実家の都合で地元の高校に移動するため、三年生と一緒に合唱部を引退すると発表する。 高田は三年生の春と自分のために最後にコンクールで金賞を取らせたいと考え副部長の三木るかと一計を案じる。作戦は成功し合唱部の生徒が歌いたいと考えていた桜の雨をやめ金賞を狙うため難易度の高い情熱の同票という曲にチャレンジする。しかし練習を始めてみたものの曲が難しいだけでなく 生徒の気持ちがまとまらず、なかなかレベルが上がらない。そんな中、鹿島由里は、自分は春が好きだと手紙で伝えたいと未来に相談するが、未来と春が二人で屋上で話しているのを聞いてしまう。そしてまたレンが練習のきつさに退部してしまう。この状況を変えるため、龍花は部員全員で花火大会を見ることを提案する。未来はこの花火大会の集まりに退部したレンを、 呼ぼうと考える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。